はい。それでは今回は天地行列と行列の積ということで、天地行列の概念と、それから行列の積に関連する性質を解説したいと思います。ラージ A を IJ 成分が AIJ であるような M×N 行列とします。この時、天地行列 A というのをこのような記号で表します。 これはこの t と書いてあるのは天地行列の t ではありません。天地というのは英語で transpose というふうに言いますので transpose の t なわけですね。はい。で、t を前に書いているのは a の t と書くと先ほどやりましたように行列のべき状と間違ってしまう恐れがあるので、一般的には天地前につけることは多いです。 でもう一つの留意では、工学系に多いのですが、大文字の t で a のラージ t 乗というふうな感じで書きますあ。t 乗ではないんですけども、a のトランスポーズという意味で a のラージ t と。MIT の教科書なんかでは、後ろ向けの後ろのこの記号を使っていますけれども、日本では教科書で多いのは、前に小文字の t をつけるという記号が多いんですけども、とにかくこの記号でトランスポーズ s e 行列を表します。 で、点値行列は非常に簡単で、えー、要するにあ縦よくひっくり返すわけですね。えー、よくエクセルなんかでこう貼り付けるときに、えー、行と列を入れ替えるっていう、えー、技がありますけども、あれと同じことで、えー、123という縦に並んでいる列ベクトル、数ベクトルを点値取ると行ベクトルになります。えー、2×3 行列ですね。123579っていうのを点値取ると、縦に123579と並んだ 3×2 行列になります。 というふうにして、IJ 成分が JI 成分に変わるという、それだけのことです。サイズも M×N 行列が N×M 行列に入れ替わるということになります。天地行列の性質としては、ちょっとこうカッコ抜けていますけれども、はい。天地行列の性質としては CA 全体の天地は C 倍の天地 A ですよということですね。まあ、スカラ倍は全く関係ないわけですね。ここに3倍かけても、ここに3倍かけても一緒ということですね。 それから、点値を取って点値を取ると元に戻ると。これをまた点値取るとですね、元の行列に戻るのは当たり前ですね。行と列を入れ替えたらまた元のやつに戻ると。それから、これがまあちょっと注意してほしいんですけども、AB という行列の積が定義されているときに、それの点値行列っていうのは、点値 B、点値 A になると。つまり、積の順序が入れ替わるわけですね。ちょっと考えてもらったらあるんですけども、例えば AB っていうのが、 3×5 行列で B、B、A というのが 3×5 で、B が 5×4 行列だとすると、点値 B、A というのは 5×3 行列で、点値 B は 4×5 行列ですね。ですから、点値 B と点値 A の積は定義できますけど、点値 A と点値 B の積は定義できないわけですね。はい。で、まあ、そもそも定義できないんですけども、おまあ、この入れ替えたものを考えると、それが等しいかどうかっていうのを言うと、まあ、それは等しいと。 つまり AB の点値は点値 B 点値 A と。具体的な例で見てみると、次の例のようになります。はい。これ 2×3 と 3×2 行列ですけども、これを掛け算すると、当然 2×2 行列が出てきますね。で、それを点値取ると、こういうふうになります。はい。まあ、計算の途中は省略しますので、各自ちょっと確認してください。で、一方ですね、この、こちら側の行列の点値はこれですね。これを点値取るとこうなりますけども、この点値行列の の積点値 B 点値 A の計算をするとこうなってこれ一致することが分かります。はいまあ、一般にもですね一般にはどうなるかというのは今型について確認しましたけれども実際に IJ 成分を比較してみるとですねここで証明書いてありますけれどもこのようになることが分かります。はいまあ、詳細はここでは省略しますけれども点値行列へ席の点値は点値の積だけども順序は逆になるということですね。 はい、行列の型を考えればごく当たり前のことであるということですねはい、えー、IJ 成分と j s 成分これ、あのー、説明してもいいんですけど説明すると皆さんちょっとこうもう疲れてくるでしょうからここはちょっと飛ばします後でスライド等で照明確認して それでは、点値行列と行列の積の例題をやっておきましょう。行列 A イコールこれ、B イコールこれ、C イコールこれに対し、点値 A、点値 B イコール C、X が成り立つ。X を求めようということですね。はい。さあ、ちょっと計算してみてください。 はいえー、それではよろしいでしょうか。それでは、えー、解説をしていきましょう。解、はいえー、答としてはですね、えー、ここもちょっとカッコは抜けてますけども、点、え、値、ー、A、点値 B っていうのを計算していますけども、えー、このまま点値 A、点値 B を計算してもいいんで計算点値 A と点値 B の積を計算してもいいんですが、まあ、BA をかけてから点値取ってもいいわけですね。はい、これもちろんどちらでも構いませんけども、今ここでは、えー、BA をかけてから点値を取っています。 b は2かける2で a は2かける3ですから ba という積は定義できるわけですけれどもこれを計算するとどうなるかというと1321ですからこうなるわけですね1行目は213と063ですから276ですねはいで21ですから426と21で447ですねはいということですねこれを点値取りますからこういうふうになりますで一方 x はこれ3かける2行列ですよと なぜなら C が33行列ですから3、3×2 行列になろうと思ったら、X は 3×2 行列でないといけないわけですね。ということで、X を small xij と置いてやって、これを解いてみましょう。はい。えっ、ー、と、これ C をかけて実際に解いてみればいいですね。はい。えっ、ー、と、これ C をかけるということは、えっ、ー、と、X は、X はこれを 3×2 行列ですけども、こうある,あるわけですけども、えっ、ー、と、110ということは、これ C をかけると、 x の1行目を何にしましょう ?x1。まあ、ちょっと下付きにしときますね。こういう,うにしとくと、1行目は x1 たす x2 で、2行目は x2、3行目 x3、そのまま出てくるのはわかるでしょうかそうすると、x2 は74で、x3 はそのまま67ということがわかりますので、あとは x1 たす x2 が24になればいいので、えー、ここから えっと、七四から二四を引くと、あ、ごめんなさい、二四から二四から七四を引くとマイナス五ゼロになって、ラ、え、large、ー、x はこういうふうになりますと。ということはあります、えー。この中はちょっとまだインバースをやっていないので、えー、インバースの話をしていないので、中はちょっと忘れてください。